今回のツアーのブラック&ホワイトを見て印象に残ったことの一つは船木の下克上的なトークです。先輩にダメ出し、大阪弁丸出しの推しの強さ、先輩メンバーもタジタジですよね。今回はどんな風に攻めてくるのかと楽しみです。毎回トークの内容を考えてるんでしょうか。先輩のお二人は船木の推しの強いトークをどう感じていますかということです。考えているんでしょうか。ね、これなんですけど、はい、もちろんなんかノープランではないんですけど、うんうん、そんななんだろう、台本を文字に起こして書くぐらいじゃないんですよ、うん、でもそのなんだろう、私の MC が終わった後にカームとかカミコがなんかカームが初回ツアーの初日になんか自分は考えてなかったからって泣き出したんですよ。でその話を MC でしちゃった時にふなちゃんはなんかちゃんと台本も考えてきててみたいな言って、ね、いやそれ言ったらあかんやろと思って、何言ってくれたんねん、何言ってくれたんねん思ったんですけど、すごいけど、でもそんなガチガチに決めてるわけじゃないので、はい、いやなんか私はですよ、私は、はい、なんだろうな、ふなちゃんはやっぱり後輩ちゃんで妹ちゃんなんですけれども、はい、なんかふなちゃんがいるとちょっと安心するというか、そうなんか一緒でまあ二人のトークってなっても、うんうんうん、あじゃあふなちゃんと一緒か、あ、うんうん、じゃあちょっと安心だなっていう自分がいて、やっぱりそういう面で頼れるのってすごく強いなって思います。ありがとうございます。まだだって中学生だし、なんかすごいしっかりしてるなって、本当トークの部分では誰も心配してないと思うし、うん、なんかすごいちゃんとまとまってるしね、うん、あとツアーの中でさ2人でトークするランダムで組み合わせてっていう時とかも、うん、なんかちゃんと自分の MC のところを把握してて、うん、内容とか考えてこういう話どうですかって先輩に話しに行ってるのとか見てて、うん、あすごいしっかりしてるなって思って、はい、はい、そういうところなんかみんなね感心して見てますね。ありがとうございます。あとはこのここ突っ込んでくださいとか怒ってくださいとかなんかそういうのもいいなって、さすがだなって思いました。それ言って大丈夫ですかね。大丈夫だよ。それ大丈夫。だからそれ、そういうのあるからこそ、はい、めっちゃ面白くなるし、はい、なんかすごいなと思う面で、ありがとうございます。だなと思います、うん、はい、そういう人がいないからね、うん、アンジュ一人いたら安心ですよ。ありがとうございます。だんだんなんか、はい、下の子たちも変わってきて、ふなちゃんが来てちょっと褒められると恥ずかしいので次行きます。はい。意外と。どうぞどうぞ。